今回はナルトの師匠でもあるアスマさんがなぜ簡単にやられてしまったのかについて読者の反応集をご紹介します。それでは本編どうぞ。実際こいつに初見で勝てるやついないだろ。暁最弱の男に殺される男。こいつに限らず暁は初見殺し能力者しかおらん。こいつまだ地中で生きてるんか。死に方悲惨やな。そうやろな、あかりに死ななくても、もう筋肉とかが使い物にならなくなってるわな。被弾に幻術かければ簡単に縁から出てくれた説。ドトンで足場動かせばいいよね。風トンで縁から飛ばせよ。カトンでもドトンでも水トンでも普通に模様消えそう。仮に被弾に勝ててもひじきじいさん控えてるからな、どの道死んだわ。こいつどんな理屈で死なないんやっけ。気もていい。この時だったかエンディングでガチで泣いたくれない先生かわいそう。それよりもアスマの死を知らされたくれないのモノクロドアップシーンガチでホラーやろトラウマになるわ。被弾って改めて見ると最悪の能力やな。血だけ舐めれば価値確定やからヤバいわ。格図とだいぶ距離離れてたのに効果持続してたし。血を取ってくるやつと分量した方が強いやんけ。死のみたいに虫や奴って血吸わせたらめっちゃ強そう。実際制約多すぎて成功できんよな。射程なさそうやから用途違うんやろけど。被弾は騎士八が一番気に入ってるキャラクターやぞ。戦闘能力雑魚なんやから一方的にボコボコにして身体ばらして埋めればええだけやからな。被弾に負けるやつなんかアスマ以外存在しないよ。アスマブーン。アスマカトン使えるやろ。アスマってガチで死んだんやっけ。被弾って人じゃないよな。それとも神がいるのか。邪神様とかいう未回収伏線。邪神教のおかげで不死になるって忍者より不可解だろ。アニメはアスマが死んだ後の回が最高や。兄よりやろあれ。アスマの娘ほんと嫌い。両親の悪い部分だけ遺伝してるだろ。娘は外先生がかり。こいつ単体で美獣化したニビに勝ってたぞ。頑張って血だけ採取して避難してから殺したんやろな。アスマみたいに怠慢でやられるやつはいない。忍者要素薄い。被弾が勝てる相手なんか存在しないぞ。アスマ以外な。こいつが生首になるシーンとか翌19時に放送したよな。別にどうってことないだろ。神経質かよ。被弾ってデイダラバカにしてたけど勝ち目ないやろ。遠距離から爆弾投げられて終わりやん。逆にデイダラに勝てるやつなんていたちくらいやろ。しれっとデイダラの血持ってそう。デイダラとかいう相手が悪すぎただけなのに雑魚扱いされてる不遇キャラ。サソリもほぼ不死身だし、ペインに至っては無限に回復し、そう考えると被弾微妙だな。弱点むき出しやんその二人は。被弾は全身弱点やぞ。怠慢ならアスマが勝ってた。二枚目少年誌でやっていい顔ちゃうやろ。てか再生能力ない不死身って珍しいよな。大体みんな自力で復活できるのにこいつ縫い付けてもらわな。再起不能やし。被弾は地味に再生能力もあるアスマ戦で自分刺した傷も翌日には全開してた。小回りの効くチャクラ等でオオカマ相手にこの距離で互角ってのがもう終わってる。こんなリーチに差があったら負けてもしゃあない。アスマのメインで使ってるそのしょぼい術マジで何やねん。切れ味も言うほど高くなさそうやし。アンチオツ風の性質は珍しいから。暁最弱と常人最弱の戦いって思ってみると笑えてくるわ。風トン使ってる意味ないよなこれ。刃物に毒塗られてる可能性あるのにあんなギリギリで避けるアホ。接近戦なら刃物の切れ味で勝負が決まるとは何だったのか。未来の火影に教えた風トンが輝いとる。影縛り自称できなくて負けばいか肉弾戦車ぐちゃぐちゃにされて負け。新天神影縛り同様負け。アスマさん以外なら勝ててた。アスマバカにされとるけど常人なんてあんなもんやろ。カカシとガイがおかしいだけや。弱すぎ程度点する価値のない男。この時の格図の絶望感やばかったよね。被弾が初見殺しすぎてその裏に未知数な格上が控えてるっていうのちに地方老人化したのが悔やまれるわ。足でまといがいたのによくやったやろ。アスマに才能を与えないこのハマルとの関係良くない。ナルトの境遇知ってて放置全部三代目が悪いよ。サルトビの血筋がゴミすぎる。おいのこのハマルは優秀なのに。ほんまにヒルゼンの息子か。アスマってなんで常人なれたんだ。特出した能力とかないよな。
区内をちょっと伸ばせる。被弾はバカにされがちだけど、カカシと打ち合える程度には体術の心得があるからな。ボルトの世代が下忍でもいろんな術バンバン使ってて、体術とかも悪くないのに、何か平和ボケして大したことないみたいに作中で言われてたの違和感あったわ。明らかにナルトの時よりレベル高く見えたのに。クソ雑魚メンバー選定した綱手が先般やろ。サスケが里抜けた時も下忍集めて任務行かせたようなやつやからな。アンチオツ、岩貫くから、すげえ。ここのナルトの顔かわいいな。岩倉いら旋盤で粉砕できる定期。ナルト俺だったら武器なくてもこの辺一体吹っ飛ばせるってばよ。どうしようなんて言えばいいんだってばよ。すげえ。岩も貫通するチャクラ、トークンも泣いとるわ。出雲と虎徹とかいうやつら下忍からやり直せよ。この辺りのナルトクソつまらなかったよな。アスマだけが本気出せば区内13キロぐらい伸ばせるんやろ。チャクラ島で岩貫通されられるレベルで強いし、岩相手だったら余裕で勝ってたわ。煉獄さんやエースよりアスマが死んだ時の方が泣けた。まあそれはわかる。ほんまか？アスマって空気やったし、何も思い入れなくて何にも思わなかったんやが、ジライアの方が悲しかったわ。アスマは音人数人同時に相手にできる強さがあるからな。サスケー。実力の差。本当にただ死なないだけで普通に戦闘不能になるから、被弾が不死身の意味はマジでない。牛島くんのなめり川にも負けるレベルだわ。液体にして海に流せば終わりやからな。ここでバカにしてる奴らくないで頭貫かれるで。チャクラ島よりキラー B の鉛筆のが貫通力あるからな。フートンすげーの何が悪いって、その前にサスケがライトン使った刀で鉄製の区内切断してるの見てることやな。実際勝ってんだよ、無能どもちゃんとやってれば。アスマばっか言われてるけど、出雲と虎徹の方が悲惨やろ。なんやこの雑魚ども。光線中微動だにせずにしかまるの、誰でもわかる考察をバカみたいに感心して、アスマが瀕死になってからやっと動き出すクソ無能ども。そいつら一部の音人に半殺しにされる雑魚やしな。この長さでキサメと戦ってたら首落とせたんじゃないの。チャクラ削られてるからダメだったとは思わんのだけど。言うてこれど飛んで足元の紋章の形変えたら終わりだよな。ナルトにフートン教えた師匠やぞ。アスマ。こいつらの方がアスマさんより長いブーンや。カカシのせいで常人のハードルが上がってるんだわ。なんでアスマだけこんなネタにされるんや。常人になっても額当て真面目につけるやつは大概弱い。被弾格図は暁で一番人気なかったな。ボットでですぐ死んだからか。これで人気あったらビビるー。本当にバカにされすぎや。被弾は前述の通り体術はそこそこやし、かなりすばしっこいし、格図のフートンもろに食らっても平気な耐久力あるから、生半可な術なら殺しきれんし、森とかで戦ったら、素早く血取られて隠れられて、カカシとかでも負ける可能性あるで。三代目ホカゲアスマゴミだけど、ホカゲにしてーなーせや名門の三人担当させて実績作らせたろ。カカシもガイも敵もナルト世代の後輩もみんな成長してる。無能なのはアスマとくれないだけ。アスマも生き残ってたら成長してた可能性。まあアスマよりくれないの方がゴミだけどな。でもくれないなら現実で勝てたよな。最強と言われるホカゲの息子のくせに岩にメリケン貫通させてドヤ顔してるようなやつだしな。暁編だとジライア先生集団リンチ思い出すわ。夕方放送にしてはグロいにもほどがある。ワイが初めてナルト見たのってカカシにリンが殺されてオビトが惨殺して回るシーンやったわ。こんなんポケモンの前後にやってええんかみたいに思った思い出。当時ナルト読んでて、あのアスマでもやられるなんてこんなやつ勝てないじゃんってなったジェイミン多いやろ。フートンのチャクラ島で鎌使いに負ける雑魚。フートンは接近戦なら一番とは何だったのか。それ他のやつが言ってるならまだしも、本人が言ってるだけだぞ。というか、なんでチャクラマ取ってるのに普通の鎌と打ち合ってるんや。ガチれば岩貫通させられるんやろ。鎌くらい切断しろよ。皆さんはアスマと被弾の実力についてどう思いますか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。